無観客試合は、スポーツの試合において、競技連盟や運営者などが観客を入れずに試合を行う措置である。無観客試合の原因で一番多いケースが、観客のトラブルなどを原因とする規制措置や制裁であり、多くのスポーツにおいて、試合主催者となるチームや観客に対しての罰則として規定されている。試合主催者にとっては、試合の入場料を得ることができなくなり、観客にとっては試合を現地で見ることができない。直接にはプレーする選手が負わされる罰則ではないものの、特に自チームの不祥事などに起因したものである場合、観客がいないゆえに、全く歓声がないのでいざ試合に入っても、モチベーションを上げられないという選手も中には存在する。ただし、規制されることといえば、観客の場内への入場のみで、場外における観客の応援が規制されない場合もある。後述の 2006FIFA ワールドカップアジア地区予選、日本北朝鮮戦において無観客試合が適用された際、日本代表のサポーターがスタジアムの外で選手に対して声援を送る光景が見られた。罰則以外にもテロ、暴動、感染症が起こり得る場合に、選手、関係者のほか不特定多数が集まる観客の安全や健康面への配慮、会場所在地の地域の保安面や貿易などの観点から適用する場合もある。また試合会場の立地、設備や開催時間、災害、または天候不良による開催地の変更などといった要因で観客の来場が困難な場合や、観客用の設備がない施設での試合となった場合、あえて無観客で試合を実施することがある。その他、観客の安全、健康面及び来場、感染には問題がなくても、試合会場の間隔チェックや民衆から試合開催の是非を問われかねない状況にあるなどの理由で、試合を非公開とすることもある。無観客試合となった原因が、テロや暴動の場合、試合会場も、選手、監督、コーチ等以外には非公表とする場合もある。近年では後述のプロレスや競輪の例のように会場に観客を入れなくてもテレビ中継等のみで興行、開催が成り立つという理由から開催経費の圧縮や夜遅い時間帯の開催を目的として無観客試合を行う例も見られる。新型コロナウイルス感染症の影響における無観客試合の実施事例については後説を参照。2020年6月15日、日本トップリーグ連携機構は、無観客試合に代わる名称をリモートマッチに決定した。なお、競技によって試合の呼び名が違うため、リモートゲームと呼ぶこともあるとしている。略称は、リモマ、リモートで応援するファンをリモーターと呼ぶ。従来の無観客試合の呼称は、不祥事などの制裁という後ろ向きなイメージとも結びつくため、川淵三郎会長がコロナに打ち勝つような名前を考えてもらいたいと変更を発案したもの。同日発表された J リーグの再開日程の公表でリモートマッチが初めて使用された。後節の新型コロナウイルス感染症の影響を除く主な事例を以下に列記する。競馬競輪オートレース、無観客五輪が政治のテーマに2019年末から継続する新型コロナウイルス感染症の世界的大流行においても様々な影響が出ている。2020から21年度の高校スポーツにおいては対応は以下の通り。ありがとうございます。